さあ行きましょう。もう今日は帰ります。天気も危うくなってきた。まだちょっと寒いですな。やっぱり3月下旬ぐらいね、行動開始は。鎖止めするときあんねんな。あ、ちょっとだけだと。もう、これで十分ですわ。悩むな。やめとこ。さあ。もう目的終わったんで、またなんかしょうもないことをしゃべりましょうか。あれ聞いてもらおうか。たまに口にする、ものの名称、20代中ほどの若者に伝わらなかったという話、行きましょうか。まあ、パッと見30超えてるんだけど、25やったかな。うちの長男と同い年やん。履物のこと、文字ではシューズとは書きますけど、でも言葉ではね、普通は靴。たまにちょくちょく言葉に出すのがズックってよう言うんですわ。まあしょっちゅうはないけど、たまにシューズズック言うとね、使い分けに根拠はないけどよく言ってもらえるし、何それって言われたことないから。若者とか言われズックって言った時にもう一瞬シーンとなって、おっさん何言うてんねん的な顔や。怒られるわ。それ何のことですか。何のことってズックやんか。聞いたことないって言われて、あらあらまたや。カップルと言わんとアベックっていうのは意図的に言うてるけど、ズックも伝わらん。言うにはちょうどお子さんおるから、お子さんってちっちゃいね、赤ちゃんみたいだから、赤ちゃんにチュッチュッとか言いますよね。あ、それは今も言うね。私らも言いますよ。ズックっては聞いたことないわ。そうですか。そんな言われたのも初めてですわ。ははー、これもジェネレーションギャップですな。ははは、話終わって、どうも気がかり。いや、マジでずっと私が小さい頃からついこの間まで使ってたから、ちょうどね、うちの息子同い年やし、次男坊もおるから2人が、晩ご飯食べてる時にちょっと聞いていいって、靴のことを普段ズックって言えへんって言われて、もう即答ですわ。ズックの意味わかる、靴やろ。あ、意味わかんねえ。せや、使えん。お前と同い年の方に言われて、若干、別にええんやけど、若干軽く受ける。心に残っちゃって。まだ意味わかんねえな。それやったらよかったわ。今まで知らんと、おっさんなんか言ってるわって聞き流してる人がいっぱいおるんかな。よくよく聞くと、ちっちゃい子供の履物のことをズックって言うんちゃう。あ、そうかもしれんな。それがチュッチュになったんかもしれんね。くぐりましてね、暇かいうぐらい、ズックと検索、皆さんしていただいたら、私の、検索したらトップに来ました。秘宝、若者がズックという言葉を知らない。トップに来ました。軽く
安心したんだよね。まあ、同じように伝わらない人は他にもおるんだ。もう話終わりましたね。そんなことなんですが、ズックの意味は皆さん伝わるでしょうか。またしょうがない。もうジェネレーションキャップの話ばっかりやけど、しゃあない。まあ、ちなみに、その、25歳。ちょっと怖いけど、お父さん、お母さんの年何ぼ聞いてみたところ、私より若かった。椅子から滑り落ちましたわ。雑談あっという間に終わり。話題もないんで、こんなもんで勘弁してもらえますやろか。